大谷さん、今日は選手権、はい、我々にとっての1回戦が始まりますが、はい、相手はゾットライズです、はい、試合への意気込みを伺ってもよろしいでしょうか。まあ、選手権は青キングでいうと、まあ、成長の場とお祭りの場所なんで、まあ、みんなで盛り上がってまずは1つでも多く勝てるようにチームをレベルアップしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。昨シーズンは選手権では東京都ベスト4まで上がる躍進を見せましたが、今年はどのような目標を立てますか。そうですね、まあ、去年を超えるんだったら都大会出場なんで、2位まででしたっけ、私は。まあ、決勝まで行って、まあ、都大会勝ち上がって、まあ、関東大会に行きたいっていうのが目標ですかね。はい、これまで数々の大舞台を経験した大谷翔ですが、今日はどんなプレーを見せてくれますか。そうですね、まあ、選手権なんで最初はすごい難しい試合にはなりますけど、まあ、みんな楽しく勝つためにやるだけですね。はい、まあ、そこで今日の相手はカテゴリーが下のゾットという相手ですが、そこに対してはどのような気持ちで挑みたいと思いますか。そうですね、まあ、相手は、まあ、もちろん格上だと思ってくれてると思うので、ガンガン来ると思うんですけど、まあ、その気持ちに応えられるガンガン行きたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあジャイアントキリングマシンの青キングの躍進を今年も期待します。お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。覗く NG か、選手1回戦なんで、まあ、毎年、まあ、言ってますけど、まあ、結構難しい最初試合になると思うんで、まあ、それは覚悟して、まあ、でも普通に盛り上げて楽しくいつも通りやれば最終的には勝てると思うんで、しっかり全員で上げていきましょう。祭りなんで、よし、はい、上げていきましょう。ゾットに勝ってやるぞっと今言うんね。今言うんね。しかも全然考えてたもん。やりたくてしかない。早く泣きすぎたんじゃないから。はい、お疲れ様です。ゾットの、まあ、まとめ動画を見て、まあ、特徴はそこまで結構オーソドックスに 3-1 でボール回してきてる、で抜け切るっていうことが結構多いのかなっていう印象で、結構、まあ、パターンじゃないですけど、バックドアもそうですし、ワンツーもしっかりとしてくるし、パラレルもしっかりとしてくるし、逆についていかない、ついていかなくて、ついていけないと結構裏やられちゃうかなと思うので、ただ逆にそこついていければ、逆に今度、孤立して、困るっていう多分相手可能性出てくる、そういう時には結構守備のところで潰していけるんじゃないかなと僕は思ってるので、しっかりとついていくっていうのをやっていければ、そこまで攻撃相手じゃないかなと。はい、すいません、ちょっと長々と。他になんか補足説明とかありましたら。じゃあ堀さん、お願いします。はい、じゃあそしたら、まあ、私はね、昨日と、まあ、昨日言ったことはあんまり変わらないけど、まあ、ヨちゃんがね、さっきお祭りなんで楽しみましょうって言ったけどね、じゃあどうやってお祭りを楽しむかっていうのをね、少しだけ話をしたいと思ってます。じゃあ勝くん、我々はどうやってお祭りを楽しむの。勝って楽しむ。じゃあ立場的にはお祭りだってさ、お祭りを盛り上げる人、盛り上がる人いるじゃない。うちらはどういう立場？盛り上がるんじゃないですか。盛り上がる立場？盛り上げる立場じゃなくて？盛り上げる。そう、うちらはね、どっちか言ったらね、お客さんというよりは演者なのよね。演者。演者なわけよ。で、じゃあお祭りをどう楽しむかって言ったらね、普段は何者でもない我らが、我々がね、何者かになれるのがお祭りなわけよ。でそれが演者なわけよ、ね、だからこの選手権っていう舞台でね、少しずつ舞台を上げていけばいくほど注目されるわけじゃない。だから去年はそれで、ね、相馬がたくさん動画を SNS に流したような、あの盛り上がる舞台ができてね、結構たくさんいろんな人が興味を持って見に来て、ね、ああいういい舞台の中でプレーできるようになるわけよね。だからその楽しむためには、ね、盛り上げて、でやっぱ勝たなきゃいけない、ね、勝って勝ち上がっていって、より注目を浴びるような舞台で演じることで我々は楽しむことができるし成長もできるわけよ。だから、まあ、間違いないのがね、ここで負けちゃダメなのよ。
ここで負けちゃ何も楽しめないし、で演者としてのレベル上げることができない。だからうちとしてはこのお祭りを思う存分、ね、楽しん で自分たちの身にするためにもとにかくもう行けるところまで行きたい、俺としてはね。だから、まあ、今年もこのお祭りが我々の初日だけどね、今日がね初日だけど、やっぱ初日で負けちゃ何も楽しめないんで、まあ、しっかり今日は勝って、で演者として楽しみましょう。いい舞台に行けるようにみんなで一致団結して今日も頑張りましょう。以上です。じゃあ俺に言われると11時に MCM 行って、はい、いつも通り そこで40分前でいいですか。あ、そうだね、40分前で。なんで11時20分までに準備、それまでは各自動いてください。はい、行きたかったら、はい、どこに行くの。みんなトイレじゃない。コンビニ行くぐらいで行くよ。
ご覧いただけました通り、青キング対ゾットワセラバイクの試合は4対3で青キングが勝利いたしました。OK、じゃあ締めよう。まあ、楽しめたかな、みんな。結構大変だったんですけど、まあ、勝てたんで、また続くんで、また2週間後かな、一応わかんないけど、まあ、ディアボロかサンパチャか、また準備していきましょう。まあ、いろいろ噛み合わないところもあったと思うけど、全然うまくいってるところもあったので、まあ、そこは反省して、ちょっと勝つ負けないんだなっていう顔、聞いてる？勝ってるから、大丈夫、大丈夫。また次に向けてしっかりやっていきましょう。よし。はい、お疲れ様です。難しい試合だったのかなっていうのと、まあ、結構みんな引っかかコートに引っかかってた部分があるんで、まあ、そういうところも含めてやり慣れてないピッチとか、あとはいつもとちょっと違ったりとか、そういった部分があったと思うんですけど、まあ、予算が言ったようにまず勝てたっていうことはまた次につながると思うので、また動画見返してもらって、また次選手権でこの同じピッチでやることになるので、それを踏まえた上でしっかりと戦い方を考えていかないと、また同じようなことが繰り返されるんじゃないかなと思うので、そこはみんなで反省しつつも次に向けてやっていきましょう。ここから以上です。なんかあれと、はい、ワートルセットの、まあ、結構失点かなりコロコロやったんですけど、なんていうか、まあ、なんか、なんかプレスもやっぱ分かんないし、全然練習からそう、まあ、フィジカル面がそもそもあんまり足りてないところもあると思うけど、そもそもなんか距離遠い、寄せに行くまで距離遠い、球際とかじゃなくて球際の勝負にも落ち込めないし、結局球際も負けるみたいなので、最後の失点だって後期残ったけど、本来であればあのファーストブレイクヘンターがしっかりかけて、あんな逆サイドに返しなければそこで潰せてるはずのところをやっぱ潰しきれないし、なんかあんまりそこに危機感がない。で、まあ、なんかずっと去年から結構ずるずる潰しきれるところを潰しきれないと、やっぱポロポロこぼれて苦しくなってくるっていうところがあると思うんで、まあ、攻撃とかよりまず守備でしっかり球際はもっと強く寄せて奪いきれないとやっぱり苦しいかなと思うので、あんま体格とか別に体重俺とそんな変わんないと思うので、まあ、うん、別に俺がいいわけじゃないですけど、そこをもうちょい守備はしっかり見直してやっていかないといけないかなと、もうちょい満足しないでやっていきましょう。はい、以上です。今日来週行けないんですけど、選手権今日悪かったところだけじゃないと思うんで、まあ、落ち込まず勝ったんで次につながったんで頑張りましょうか。最初で、最初で、最初でっていうのは練習。ああ、選手権に次の試合に。あ、お前。はい。次の試合に。それ知らなかった。ちょっと僕に。次の試合大丈夫よ。はい。行けないので勝ってください。お願いします。残念。大丈夫。大丈夫よく気になる。勝ってください。次は名前プレゼントさん、こっちないでしょ。ディアボロとサンパチオの勝者なんで。はい、みんなお疲れ様でした。今日はね、ハラハラドキドキの一進一退の試合で、まあ、演者としてね、次の舞台に上がるための、まあ、いい経験が積めたんじゃないかと思います。まあ、もちろんね、まあ、みんなが言うようにいいところも悪いところもあったんで、まあ、しっかりそこを見つめ直して次につなげていかないと、まあ、意味がないんでね、経験を積む意味がないんで、まあ、しっかりビデオを見返したりとか、まあ、練習の中でね、こだわったりして一個ずつ通じて改善していきましょう。はい。で、やっぱね、去年うちらとしては4校までなってね、で今立ち向かってくるのはみんな新時代だから、大好き新時代の、ね、新時代のね、やっぱ若者たちはうちらに対してね、こう牙向いて、もうなんていうかね、死に物狂いでやっぱかかってくるわけだから、やっぱ苦しい試合になることはね、間違いないんで、まあ、そこやっぱ足払う、こうなぎ払う、なんていうの、こうなぎ払うこうこなしていく、なんていうの、そうそう、まあ、それがね4校なんで、まあ、しっかり風格見せながら、まあ、かつね、まあ、チャレンジャーの気持ちも忘れないで、しっかり経験積んでね、勝ち上がっていきましょう。うちらも昔はね、もちろん下のカテゴリーでもうずっとチャレンジャーのね精神でやってきて、私なんかもその上のカテゴリーを倒すぞ、やるぞ、青キング劇場みたいな感じでねやってきたんで、その青キング劇場開演だって言って、
どうやってワンピースに気をつけたいですか。でも今思えばね、いやうちらナチュラルワンピースだね。ナチュラルワンピース。いや今言語化してる感じなのよ。ワンピースを読んでこれうちらじゃんと思って。言語化してんじゃん。噛み砕いてた。そう噛み砕いてくれたワンピースが。まあただね、まあまだまだ戦いは続くんで、まあ、しっかり体休めてまた来週集まりましょう。はい。じゃあ来週カーキンこさらるんで、カーキン来た人はこさらしてね。火曜日行きます。OK。相馬に続く人は。阿部ちゃん。火曜日行きます。OK、阿部ちゃん。よし。じゃあ来る人はね。ちょうど火曜日、平日休み。来る人は余裕連絡ください。俺の週に対して。よし。じゃあ、阿部ちゃん締めるか、今日は。最後、最後。阿部ちゃん。最初にやったし、最後もやって締めるか。そうですね、阿部ちゃんのおかげで堀さん決めてるから確かにそう、昨日の練習の付き合ってくれたおかげで全く同じ形だった。はい、まあ、勝てたということで次につながったんで良かったかなと思います。反省は後でしましょう。はい、よし、じゃあ終わります。じゃあ、ようで終わります。いよーよーっしゃ、阿部ちゃん、いいよ、よかったよかった。